こんにちは、速稼塾の久保です。森友事件ね、大きな進展がありました。いわゆる赤木ファイルというものが出てきました。これ全部が出てきたのどうか非常に疑わしいんですね。なんせ隠蔽を重ねていた財務局、そして安倍、総理はじめとする、安倍政治ですよね。隠蔽隠匿改ざん、そしてしまいには死に追いやって口封じ、こういうことがね散々行われてきて、最近もあれですか、 JOC の経理部長がお亡くなりになったっていうのは、なんかあっという間に話に乗らなくなりましたけども、死者は忘れていないですよ。私もね、こういうことが起きている、そしてこういうふうにねじ曲げられた行政の下で私たちの暮らしがあると思うと、本当に憤りを通り越してね、失望甚だしいかなと思います。今回は赤木ファイルが出たことによって、やはり私思うにね、赤木さんがなんで亡くならなければならなくなったのか、この尊い命が、赤木さんほどの方がね、中堅以下にとどまっていて、で、悪質な行為を強制したものが、すべてね、お役御免、いや、そうではないな、逆だな、出世したりとか、栄転したりとかしてね、要するに、安倍総理の意向に沿うように忖度して行動したものが、法律をねじ曲げて、行政をねじ曲げて、その功績として出世が約束されると。で、真面目に国民のために仕事をした人が殺されていくと。すごく怖いなと思いますよね。確かに私たちの国は内戦はありません。でもこれは内戦なんじゃないかなと思いますよね。仕事として上司の指示に従う、これは当たり前のことですけども、果たして公務員の上司ってのは誰ですかね。それは紛れもなく国民だと思います。特に、選挙で選ばれなかった、地方公務員、国家公務員さんは、公務員規定に準じる必要があります。上司がおかしな指示を出していたら、反論する権利もあるし、従わない権利もあるはずなんですよ。でも、出世をちらつかされ、その後のアメとムチをちらつかせられたら、これはなかなかね、国民のためにやろうということにはならないと思いますよ。気持ちはわかります。周りの人も、悪に染まってしまえば、やっぱり同じ方向に行くんではないかなと。それに抵抗するのは非常に難しいですよね。特に自分たちの給料に差があるわけでもない。悪いことしたら出世ができる。真面目にやったら融通の利かないやつだと。政権が転覆するじゃないかっていうことで、こんなことになってしまうと。だから当時のことを今回の記事を元に考えてみると、結局は調査が入った時に、大阪の地方検察ですか、検察の方は近畿理財局、近畿財務局が独断でやったというふうに、ストーリーを書いて、その通りにはめようとしてたわけですよね。でも実際は財務省が近畿財務局に指示を出し、圧力をかけ、改ざんをやらせていたということですよね。ひいてはこれは麻生財務大臣や安倍総理に重大な責任があることだと思います。そして自分たちの利権を守るため、政権を守るため、自民党を守るためには、公務員が死んでも構わないという姿勢がそこに出たんじゃないかなと思います。もうお亡くなりになった赤木さんはもう戻ってきませんけども、赤木さんは最後にすごいことした。これは赤木ファイルという歴史にも残るようなね、偉業だと言ってもいいと思います。これによって私たちは赤木さんが何をさせられていたのか、そして誰がそれをさせたのか、これを使うことによってね、これを残すことによって私たち国民に何を訴えかけたかったのかが分かると思います。奥さんもね、本当に大変な戦いを続けていらっしゃいます。仮にも麻生財務大臣、自分の部下が亡くなっている、不当に扱われて命を奪われ、幸せを奪われている、そこにつけてですね、麻生財務大臣はどうしてここまで無関心でいられるのかなと。再調査をするつもりがないと。それは再調査をすれば麻生財務大臣が黒であることがあぶり出されるからですよね。でも今回は麻生財務大臣もチェックメイトだと思いますよ。ここはね、飯塚幸三さんと同じく最後に罪を認めて、潔く牢屋に入ってですね、3食の冷たい飯を食ってください。うなぎを15万で食ってる場合じゃないし、フレンチに行ってる場合じゃないですよ。ぜひね、
飯塚幸三さんと同じく刑務所の冷たい飯を食って余生をゆっくりと健康に過ごしていただきたいと思います。まあ、それが供養になるんじゃないですかね。本当にね、ひどい話だなと思いましたね。じゃあ、いってらっしゃい。